こんばんは。あれ、珍しい、こんばんは。天使さん、ミッチさん、ファンタンさん、こんばんは。やっほー、皆さん、こんばんは。深夜配信です。ほんのちょびっとだけやります。20分くらい、3時10分になったら寝ます。今ちょっとストレッチ中です。みんな夜更かしさんだ。もう起きてるよって人もいるの。まさか、すごいじゃねえか、すげえじゃねえか。すごいでしょ、夜中でも来るんだよ。怖いよね。みんな、こんばんは。ファンタンさん、こんばんは。ミクとスシティさん、こんばんは。カピおじさん、音速のキコイスさん、トモおじさん、ハイスノーさん、こんばんは。ファンタンさん、アイスローズ、ハート、ありがとうございます。天使さん、流れ星、ありがとうございます。 HP もありがとう。明日休みでサブスク見漁ってたら寝れなくなった感じ。ああ、なるほどね。寝れなくなるよね。わかる。暑くてさっき起きた。そうよね。暑い。寝苦しいよね。なんか、最近さ、朝、普通に起きた時に、なんか結構、ちょっとローラーしながら喋ってるんで、ちょっと雑音があれなんですけど、そう、朝起きた時にさ、なんか暑って思うのがめっちゃ嫌で、でとりあえずさ、暑い状態で動きたくないから、なんかエアコンをさ入れ直すのよ、普通にね、起きようと思って。なんだけど入れてさ、まあちょっと涼しくなるまでとか思ってさ、つけるとさ、まあだんだん涼しくはなるじゃん、エアコンつけてるからね。そしたらさ、だんだん快適になっていくじゃないとかやってるとさ、また寝ちゃうんですよ。本当に良くない、これ。マジで二度寝良くなさすぎて、とりあえずリモコン、エアコンのリモコンをさ、起き上がらないと届かないところに設置しようか迷うぐらい見事に二度寝しちゃうんだよね、いつも。そう、すごく嫌です。今ね、頑固な下半身の脂肪とか筋肉とかをほぐせるようにローラーをしてますけど、痛いですね。非常に痛い。でも結構気持ちいい。ほぐれるはほぐれるから気持ちいいですけどね。もう痛すぎて汗かいてきた。汗かい。じゃあ寝転びますも。よいしょ。ゆっと。はあ、最高ですね。布団っていうのは魔物です。魔物です。本当に。信重紀藤さん、こんばんは。金箔ローラーもいいよね。友じさん、だるまありがとうございます。しんいちさん、 HP だるまありがとうございます。こんばんは。夏田律さん、こんばんは。あ、溜めてたドラマ見てた。いいね、取りだめちゃうとね。てかドラマもさ、まあだいたい1時間とかが多いじゃん。たまに30分のやつとかあるけど、1時間とかが多いからさ、あれだよね、なんだかんだ何個か見るともうあっという間に時間が過ぎちゃうよね。
横になりながら見てます。横になりながら喋ってます。朝ごはん楽しみ。ご飯、え、すご、朝からご飯2杯食べるのすごいな。箱おさん、リカ太郎さん、こんばんは。明日はね、ネイルを変えに行くのでルンルンしてますが、そう、明日は起きて、まあネイル行く前にちょっとメイク配信とかねして行こうかなって感じです。そう、起きれないことをね考えて考慮して午後の予約を取りました。めっちゃ楽しみ。なんかやりたいネイルのために頑張って爪伸ばしてたのよ。なんか最初はさ、短い状態から、今よりも短い状態から始めたからさ、やりたいデザインが結構、本当にやりたかったやつはきっと難しいなと思って、長さが足りなくて。リカ太郎さん、バブルありがとうございます。そう、それでとりあえず爪のね補強のために、あの途中で折れちゃったりとかしないようにジェルネイルをとりあえずしたんですけど、うん、今日休みだから昼まで寝ていいね、最高じゃん。夜更かししてさ、お昼過ぎとかまで寝てるのが一番気持ちいいよね。でもなんかそれで二度寝とかしちゃって、あの夕方とかになっちゃうと、夕方とかさ、もうほんと2時3時とかになるとちょっと損した気分になる。あ、なんかもったいなかったなーって、何もしないで一日終わったなーって思っちゃう。楽しみですね。そう、眠くなってきたです。よかったよかった。こうやってね、あの喋ってるとね眠くなるんだけど、なんか何もしないでぼーっとしてると、やっぱ携帯をね見ちゃうんですよね。携帯をっていうか YouTube とかさ、 TikTok とか見出すと、もうなんか止まらないし、よしじゃあ寝ようかってなってもさ、寝れなくなってんだよねその頃には。マジでやめた方がいいなとは思ってるんだけど。 JT さん、こんばんは。あー、朝まで起きてられたらお散歩してシャワーしてから寝たいと思ってるけど、多分このまま寝る。え、でも分かる、その気持ち。まあもうなんか本当にもう4時とかまで寝れない時はこのままお散歩行こうかなとかさ、朝だったらさ、まだ日中とかよりさ、あの日差しとかも少ないし、多分気温も低いからさ、だから、まあ、お散歩するなら、まあ、朝か、まあ、日が沈んだ後とかが多分いいと思うんだよ今の時期。そうだからさ、なんかその朝方まで起きている時はこのままお散歩行こうかなとか思うけど、結局眠いんだよねもうその頃には。なんなんでしょうね人間って。ペイシタン HP ありがとうございます。気持ちめっちゃわかるな。ペイシタン、グッド、ありがとう。ダルマもありがとう。うん、いやー快適だー、非常に。このちょっと涼しくなってる部屋でさ、タオルケットとかかけて寝るのがもう本当に気持ちよくて最高ですね。これもう朝のあれだからね、暑くてクーラーが消えて多分暑くなって、あのあれだから、これくちゃくちゃになってるか、だいたいこのタオルケット、あ、そっか、3次切り替えだからね。100キロありがとう。そうだった、キラ星ね投げれる、ありがとうございます。
ありがとう、ありがとう。そうだね。カミロミさん、こんばんは。今投げたよ。ありがとう。ありがとうね。貴重な100キラ。ありがとう。100? ありがとう、ありがとう。しんいちさん、小判、ありがとうございます。みんなのそういう気持ちがとっても嬉しいですよね、本当に。ふふ。ふふふ。普段はね、結構夜に配信したりとかが多いからあれだけど、たまにねこうやってゲリラで夜中に配信したりとかしてるんですけど、あ、女子サッカー見てたんだね。羽鳥さん、こんばんは。ハイスノーさん、100キラありがとう。なんかお腹がゴニョゴニョなってます。あ、羽鳥さん、バブル、ありがとうございます。サクッと軽くて美味しいよさん、ありがとうございます。こんばんは。キャベツ太郎好きなんですか？美味しいよね。新一さん、アイスローズありがとうございます。バラもありがとう。662BPM さん、こんばんは。キャベツ太郎ハマってめっちゃ食べてた時あったな、一時期。なんでああいうお菓子って美味しいんだろうね。なんか私ケーキとかよりも駄菓子とかの方が好きだから、ケーキはねたまーに食べたくなるけど、クレープとかね、ケーキとかはたまに食べたくなるけど、生クリームがねちょっと重いなと思うからさ、なんか食べたとしてもちょっとでいいんだけど、駄菓子とかさ、なんかあのスナック菓子とかそういうのってパクパク食べちゃって。カールわかるよ、今関西しか売ってないでしょ。ビータさん、こんばんは。関西だっけ、西日本だっけしか売ってないよね。そうそう、たまに食べると美味しい。コーンポタージュ、え、わかる。え、しかもさ、おたちゅうとかにめっちゃない、そういうの。あのさ、すごいさ、あのちっちゃい袋のやつがさ、あの段ボールとかに入ってるやつめっちゃない、クレーンゲームとかに。あとあの薄いさ、なんか薄くて丸いなんかポテトチップスみたいな、ポテトチップスより大きいんだけど、1枚がそれがなんか4枚くらい入ってるさ、ポテトスナックみたいなやつとかめっちゃある。なんて読むんだろうこれ、アルサギア P さんかな。こんばんは、アイスローズありがとうございます。リュウくん、こんばんは。まさしくハマったらおただよね、わかる。そういう駄菓子みたいなのってクレーンゲームとかめっちゃ置いてるよね。まあ、あのおやつカルパスってあるじゃん、ちっちゃいやつ、あれめっちゃクレーンゲームで取ったりとかするけど、でもなんかねゾーンに入れないと全然、結局普通に買った方が安くなる。なんか言ってる、ちょっと待って、どうなんだろう。今日からさん、こんばんは。バニラアイスクリームって言ってる。
この時間、そうそう、なんかね、あのだから、あの普段の配信だと私のこと見ないよねっていう人にも会えたらいいなと思って、なんかこういう時間にもやってみたりとかするんだけど、でもね、ありがたいことに、あのいつも来てくださる方もたくさん来ていただいて本当にありがとう。羽鳥さん、アイスローズありがとうございます。ボイドさん、シュウケンさん、こんばんは。そうそう嬉しいよね、安心するよね、すごく。そうそう、いろんなね時間帯に配信してみようと思って、せっかくね時間に縛られてないからさ、私今そうだから、ちょっとあれしてみようかなと思って、たまーにやってる。最近結構やってるね、これ10年目頑張、ありがとう。10年目ではないけどね、もうあの なんていうの途切れてるからさそうそう、今年で配信はね5年目ですかね、私丸4年経つのかな、8月で。そう、5年目に入っていくので、活動期間よりねもうだいぶ長くなってきました。配信がやばいよね。でも全然なんか、あーもう4年もやってるんだっていう感じしないです。本当に活動期間の方が全然長く感じてる、まだ。白郎さん、こんばんは。バブルありがとうございます。すごいよね、長いようであっという間だったけど、でも長かったな、3年といえどって感じ、とっても長く感じた。まあ、それだけいろんなことがあったってことだろうね、短期間でも。感じです。すごいね、でもあれだもんね、本当に一番長い人で私のこと10年知ってるってことだもんね。すごいな、そう考えたらすごいね。10年っていうか9年か、10年目になるのか。そうだね、丸9年経つってこと。私の人生の9年間を知ってる人もいるってことだ。まあ9年間とか、まあ途中ちょっと空いてるけど、でもねほとんどその9年間のほとんどを知ってるっていう人が中にはいるからね、すごいことだよね。8月でってもうすぐだもんね。しかもね、なんか今全然遠い感じで言ったけど、8月ってもうすぐだもんね。10分になってしまいました。ということで、皆さん遅い時間に急に始めたのにありがとうございます。明日は音色を変えるのでワクワクしながら寝ます。オーディションの頃から知っております。今後ともよろしく、ありがとう、本当に嬉しい。こちらこそよろしくお願いします。こんな私ですがよろしくお願いします。嬉しいね、はい、ということで皆さん、また明日というか、まあ日付はね変わっているので、また夜が明けたらお会いしましょう。ワイマツさん、こんばんは。アイスローズありがとうございます。おやすみ、みんなゆっくり寝てね。また明日の朝、おやすみ。